石田純一、石田純一、石田純一、1954年1月14日体は、日本の俳優、タレント。本名、石田太郎。東京都目黒区出身。血液型は、A 型。メロン所属。リ陸コーポレーション提携。NHK アナウンサー、石田武の長男として出生。祖父は、中外商業新報、元。 日本経済新聞記者で政治部長や参事などを務めた石田武太郎。4歳までアメリカワシントンで育つ、東京都立青山高等学校を経て、早稲田大学小学部中退。最初の妻となった女性は、作家で翻訳家、星川厚の妹の星川真理、石田一世の実母であり、1970年代に知り合って学生結婚。 1974年、淳一が20歳の頃に、長男の石田一世が誕生した。役者をやりたい淳一に対して、父、部は、子供のために安定した仕事を見つけろと怒りを爆発させた。大学在学中、演出家となることを考えた石田は演劇を学ぶためにアメリカに渡った。東洋哲学に傾倒しており、ヒッピー的な思考であったマリとは、 このアメリカ滞在中に離婚。帰国後の1978年には大学を中退、演劇集団演の演劇研究所研究生となった。演劇集団演での下積み生活を経て、1979年に NHK ドラマ、アメリカ物語、日系三世の大人の転院役で正式にデビューする。当初は石田淳の芸名を使用していた、後に、 現在の名前に改名。1980年、父、部が仕事中突然脳卒中で倒れ、左半身に麻痺が残り、NHK を退職した。父、武士との溝を埋められないでいた純一は、役者として目が出ず、合わせる顔がなかった。1984年の昼ドラ、夢追い旅行で準主役で出演しその名を知られると、 1985年から1989年にかけて放送されたクイズ番組 TV プレイバックにレギュラー回答者に抜擢され、そのルックスと萩本気にちやザ・ドリフターズのメンバーにも臆することのない軽快な話術が受け、知名度が上がることとなった。また、1987年にはテレビ朝日の音楽番組オリジナルコンサートの司会を務めた。そして、 1988年にドラマ、抱きしめたいに出演したことから、数多くのトレンディドラマに出演し、バブル家を代表する俳優として活躍した。1988年、女優の松原千秋と再婚。1990年7月には女児を設けた。この女児は後に、松原すみれ。現在は、すみれ名義として、モデルデビューすることになる。 しかし1991年10月、それまで石田が公表していなかった最初の妻、星川マリとの間に設けた息子の存在が女性セブンにスクープされ、隠し子の存在が明らかになった。また、石田もその事実を認めた声明を出したため大きく報じられた。この息子は翌1992年に石田純一の息子、石田一生として芸能界デビューし、 親子での共演なども見られることとなった。また、石田は、ファッションモデル、長谷川理恵との8年余りに及ぶ交際でも知られた。1996年10月、フォーカスのスクープを発端に長谷川との不倫について、マスコミから追求された石田は、かや芸術といったものが不倫という恋愛から生まれる、こともある。前日に、川島直美から聞いた言葉をそのまま言ったものであり、 石田のオリジナルではないと反論。平尾正明チャリティゴルフで芸能レポーターの取材に答える石田の姿は、不倫は文化というフレーズと共に繰り返し報じられた。結婚中の不倫と前日の発言による不倫バッシングによって40代は一転して不遇の人生に転落することとなる。不倫騒動にもかかわらず、1997年4月にスーパーイチャンネルの メインキャスターに就任し、月曜日から木曜日まで、レギュラー出演していた。しかし、8月にまたも、フォーカスに長谷川との密会現場を取られたことから、翌1998年4月に降板。降板日には、生放送で落類している。完全に干されてしまった石田は1999年に2度目の離婚。全盛期に3億円あった年収はゼロになり、 8000万円の借金ができるなど、経済的にも困窮し、それまで住んでいた高級マンションは引き払うにも、引っ越し代がないという始末であった。この頃の状況について、石田は後に、時間を持て余すことが何よりも辛かったと語っている。不倫は、文化騒動以降は主にバラエティ番組や、情報番組への出演を、中心の活動となっている。ただし、 完全に俳優業を辞めたわけではなく、2000年代以降は本業の俳優としても活動している。2009年にプロゴルファーの東尾美智子と交際宣言し、同年9月に出演したテレビのトーク番組においては翌春に美智子と結婚することを発表。実際には同年12月12日に結婚。なお、美智子のジップで元プロ野球選手のは石田と ほぼ同年代で、この結婚によって、石田より4歳、学年では3学年だけ年上の義父となった。結婚から3年後の2012年11月5日には、二人の間に、男児、リスグルローが誕生した。翌2013年には、道子夫人及びリタロウと共に、同年のコットン、USA アワードを受賞している。年月日には、 道子夫人が第二子妊娠を報告し、2016年3月24日に女児が誕生。2017年11月7日、道子夫人が第三子妊娠を報告。自身のコラムでは手間がかかることもあって、僕は三人目に必ずしも積極的ではなかったと語っている。2015年9月17日夜、第189回国会会期中。 国会議事堂前で行われた平和安全法制関連法案に対する抗議活動に参加し、かつての言葉、不倫は文化に引っ掛け、戦争は文化ではありません。戦後70年間の誇るべき平和を80年、100年と続けていこうと反対を訴えた。また、集団的自衛権の必要性を否定し、個別的自衛権のみで十分であるとの考えも表明した。 2016年7月7日、舛添ゾ陽一前東京都知事の辞職に伴う東京都知事選挙に野党統一候補なら出馬したいと表明。しかし、民進党の松原人氏と連会長は実務経験がある方が必要。都政は極めて大きな部隊なので一定の経験がないと大きな船を操れないと擁立を拒否した。一方で、 石田は出馬表明したことによる出演番組や CM などの差し替えによる損害賠償が数千万円単で発生していることを明かした。7月11日、石田は会見を開き、正式に断念します。いろいろとお騒がせしましたと陳謝した。その後、所属事務所は CM などのスポンサー契約やテレビのレギュラー番組がある限り応援演説など、 政治問題に携わることは難しいことを明かした。東京都目黒区、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。